ラムマルが教える誰でもわかるラグビーの基本ルール。得点の種類トライ。相手陣インゴールの地面にボールをつけるとトライとなります。得点の種類コンバージョンゴール。トライするとコンバージョンキックの機会が与えられます。トライをした位置の延長線上からゴールポストにボールを蹴り込みます。ゴールポストのクロスバー上を越えると得点となります。キックする前の選手の集中方法にも注目だよ。得点の種類ペナルティーゴール。相手チームがペナルティーを犯した場合、その地点からゴールポストを狙うキックを選ぶことができます。ゴールポストのクロスバー上を越えると得点となります。2回でトライを超える点数に戦略的にどうするかが面白い。得点の種類ドロップゴール。プレーの最中にボールを地面にワンバウンドさせて蹴ることで直接ゴールポストを狙うことができます。楕円形のゴールだから想像よりも難しいプレーだよ。